皆さんこんにちは。ただいまに第七十一回税理士本試験の簿記論に関するポイント速報を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、あのー、今日はですね、えー、本日実施されました税理士試験ですね。 えー、こちらの 5km に関するポイント速報ということで、まあ、お時間30分程度頂戴いたしましてね、えーまあ、皆さん方の後に僕らの方でも問題を入手して回答してみた結果の所感をですね、まあ、軽く速報という形で皆さん方にお伝えするというのが今日の講義のコンセプトですであくまでも今日のポイント速報はあのー、具体的な配点予想がどうこうとかっていうことではなくて えまずはね、試験終わった後いろいろ不安を感じる方々もいらっしゃると思うので、今回の試験でこんな感じだと思いますよという、僕なりの所感等ですね、少し皆さんにお伝えをしておいて、今度の土曜日です、週末になりますけれども、週末の時点では、私どもレックとしての模範回答、それから予想配点ですね。 えこういったものをつけたものを皆さん方にお配りできるように準備をさせていただくという形になりますんで、まあ、詳細な <laughs> 模範解答であったり予想拝見、まあ、さらにはボーダーラインですね、えー、これらに関しましてはあちょっと週末までお待ちをいただければというふうに思いますんであくまでも今日は所感ね えー、本試験の問題を解いた結果として、まあ、今現在、僕が思うところを少し皆さん方にお話をさせていただくと、まあ、こういう形になります、ねえー。まあ工藤ですけども、詳細については週末の検証官の方でですねご確認いただくという形でお願いをしたいというふうに思いますので、えー、その点、ご了承いただいてね、ね、えー、こちらの動画の方、ご視聴いただけるとありがたいと思います。 まずは皆さん方、あのー、試験の方ねお疲れ様でございました、まあ、あ昨今はです、ね、はコロナあの関係もです、ね、非常に罹患者が増えているというような状況もあり、また、あ直近ね、えー、先日来、ここ週末から今週頭にかけてですか、あ各地で、ね、大雨等の被害が生じていると、まあ、いうようなこともあってね。 まあ本当に去年の受験生さんもそうだったんだけど今年の税理士の受験生さんも本当に過酷な状況の中でね試験に向けて準備をしてくださったというふうに思います。で例年以上にね、まあ、税理士試験をお受けになられた方々はいろんな意味で気づかれみたいなものもあるんじゃないかなというふうに思うんですけどもまあそういった中でもね 無事試験を受けていただくことができたというのはまあ一つの成果ではあろうというふうに思いますんでね、まあ、今日のお話などを少し参考にされながらあ今後のね、えー、どのように勉強を進めるかということを一つご決定いただいてもいいんではないかと思うんですがあのまずね結論的に言うと今日の募気論の問題、ねえー、今回の募気論の問題に関してはあの非常に難しいです。 えー、非常に難しい、えーまあ、非常に難しいっていうか、まあ、本来あるべき簿記論に戻ったかなっていう気はする問題の傾向とかはちょっと違うけどおまあベーシックなっていうのかなオーソドックスな簿記論の形に戻ったのかなっていう気がしてるんですよ僕はね。っていうのも、まあ、昨年とその前ですかあここ2年ぐらい続けて比較的簿記論の問題っていうのは手が出やすいっていう傾向が、まあ、僕の中では強かった。 特に去年なんか顕著だったと思いますよあー比較的手が出やすい論点が多かったっていうのが簿記、まあ、論の傾向として複数年続いていたんですけども2年ぐらいまあそれに比べると今年の簿記論というのはですねあの非常に手が出にくいです、ね、一般論として非常に手が出にくい、えー、傾向がありますからあーもう本当にねできるところをしっかり見極めながら回答作業を進めるということを例年以上にっていうのかな あ本来まあそれが5キロのあるべき形ではあるんですけどもおそれをしっかりと意識しながら問題を解いていかないとですねかなりこれ厳しい形になると思いますまあ純粋に問題内容として難しいよねって言えるのは第一問の問いねえー、これまあ補助も関連のデータから資料を読み取りをしていただいてですね適宜推定対象を把握してくださいって話になるんだけどもこれはねまあ難しい。 あの正確に言うとね、商品売買関連が非常に難しいんですよ。で、ただまあ、ここらへんはね、えー、死刑の原先生等があ、やはり補助簿等の読み取りっていうのは重要視されてる先生だということは、授業中に僕、お話しさせていただいたんで、まあ、ある程度のものは僕らも想定はしていたんだけども、すごいね、あの、率直にこの問題見て、すごい問題だなって、僕ら思いましたね。うかなりのまあ力作ですし、 まあやはり試験員になられるようなあ非常に優秀な先生でいらっしゃるからこそお作りになれるような問題なんだろうなっていうのは率直に思いましたね。なかなかこの問題は作れないし、やっぱり僕らレベルのね予備校講師レベルではもとてもとてもこんなものは作れない、えー、いうふうに僕は思いましたね。まあそれをやっぱりお作りになれるというのはすごいな。改めてね試験の先生ってもすごいんだなっていうのも実感させられた次第でございますが、まあ。 ななんていうのかなこの第一問の問いの一の問題っていうのは極めてある意味で言えば実務チックなので、えー、まあそもそも対象が個人事業主でございましてねでなおかつ複式簿記採用してないからまあ補助簿に取引記録を取るだけだったらしいですからまあなんていうのかな本当の零細事業者ですよね。 ね、帳簿時代つけてないって話ですから、まあ、確定申告一つ取ったって青色申告ではないわけですよ白なんですねで、ね、そういう零細の事業者を前提に、まあ、取引内容の把握をやってくれって話なんで、まあ、ある意味非常に実務チックうちは実務チックだと思いますよだからあ、まあもしかしたらそのお仕事等で、えー、事務所等お勤めの方であればこういうお客さんいるようないうような感覚をお持ちになられた方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたねで、ね、これね 少し売れた通り、この第1問の統一は、あのーまあ、売上関連はまだいいかもしれないけど、仕入れ関連だね。仕入れ関連のーデータ推定は結構これ難しいです。うーんで正直言って、今の時点でも僕まだ少しね、こう解釈に悩んでるところも正直まだある。というのも、あのーまあ、資料1番でね、機種。ね えー、当期1月1日時点における資産負債残高だっていうのがあってさ、改、ま、革、あ、金なんか76万4000の貸資産だって話になるんだけど、その上で資料2番が当座金水推帳、ね、これありますね。でこの当座金水推帳の引き出し欄なんかを見ていただくと、当、ま、座、あ、金が減少した要因なんですが、改革金支払い高として466万2000円って載ってるでしょ。で、466万2000円って載っててで、その上で資料3番、ね、基中取引の話。 商標やその他の補助部からの時効だって話があるんだけどこの中にねえー、っと資料の4番か資料の4番見るとま三、あ、年12月末利活金元町の全ての勘定の残高合計が81万2千円で改革金元町の全ての勘定の借り方合計が469万2万二千円ってなってんだよねでこれがねちょっとまあ正直言って私もいまだに どう解釈するべきかっていうところが固まらないところがあってね。というのも、あの資料2番で言ってる当税金の引き出しで言うと、改革金の支配で使ったの466万2万二千円でしょ、ね。で、対してよ、資料3の4番で言ってる改革金元帳の借り方合計額、まあ、改革金の借り方合計だから、改革金の減少なんだけど、これが469万2万二千円書いてある。ね とということはどういうことかっていうと当座預金を用いた改革金の純粋な決済高っていうのは466万2千円であってでも改革金の減少は469万2千円ありますよって話ですからあー仕入れ先元帳に記録されてるすなわち改革金元帳に記録されてる改革金の減少の方が3万円でっかいんですよ。じゃあこの3万円でっかい部分をどう考えるかって言った時にまあ一つ僕が考えたのは最初はねあの手付かなと。ね えー、手付支払い額を買い書元帳に、まあ、買い金の減少に準じた形で記録するってやり方があるんでそれかなっていうふうにも僕思ったんだけどただまあ逆に言うとね前渡し金の支払いに関するデータが一切与えられてないのでこれ前渡し金じゃないのかなとなると前渡し金の支払いだっていうデータが資料2番とか載ってないんでね前渡し金の支払いじゃないとするならばじゃあこの3万円は何っつったら。 仕入れに関する値引き割り戻し。ね。まあ値引き返品割り戻しだよね。ここら辺の類と解釈するしかないのかなっていうのが今現在のちょっとまあ僕の思ってるところだったりする。ただそれも、うん、どうかなっていうところは正直あるんです。まあおそらくね、その値引き返品割り戻しの類があって3万円 改革金本帳における借り方金,融の金額の方がでっかくなってるよっていうのはそういうことなんだっていう解釈をしてくれって意味だと思うんだけどまあでもちょっとこれ悩むよ正直で仮にまあこれ前渡し金の支払いだとするとちょうどねあの仕入れ勘定なんかを作ってもらうとねえ説問であったでしょあのこれね締め切りまでやってドンピシャ枠埋まるのよ前渡し金の重当だとでドンピシャ枠埋まるんだけど ただまあ、別にドンピシャ枠を埋めなきゃいけないっていう指定があるわけでもないし、まあ、何よりもね、当座勘定水当庁、えー、か、資料2番で言ってるところに手付けの支払いという指示がないので、まあ、そうするとおそらくこの外貨金元庁における減少の金額のが3万でっかいっていうのが、値引き返品割り戻しの類なのかなというふうには今思ってるんですが、まあ一応ね、そういったところで非常にやっぱ悩みどこがある。 だ一般論でいうと商品売買の兼ね合いだよね、まあ、特に仕入れ関連がそうだったんだけど仕入れ関連の結果としての損益勘定における売り上げ減価なんかも影響するんですがここら辺は正直言ってかなり厳しいかなという気がしますで。あとはそもそも個人商店だったりするんでこの個人商店に関する手続き論ってねこ、まあ、このところずっと募金論出てなかったっていうのもあるんで。 なおかつ最近日照簿記なんかはね、個人商店前提の問題って出しませんから。あだからもう見たことない方々も多いと思うんですよ。で、これね、個人商店の場合って、例えば資料さんの一番見たときに、店主の使用による現金の引き出しとかあるでしょ。ね。店主の使用による現金の引き出しとかあるじゃない。こういうのって、ね、当初元入れした資本金の払い戻しを行ったと考えて、資本金を減らしていただくか、で仕分けで言ったら借り方資本金で貸し方現金ってやるか、 基地中においてはとりあえず借り方引き出し金でやっといて貸し方現金等で処理をするかどっちかなんですよで引き出し金勘定を使って処理しておいたものは期末にまとめて資本金からいずれにしてもまあ減らすんですけどもその引き出し等に関する話、えー、は一般的に近年個人商店というものはやっぱ出てないのでここら辺はちょっとやっぱ出にどきにくいだから同じことが資料さんの6に載っていた あ商品7万7000円の自家商品ってあるでしょこれも引き出しなんです要は会社が保有する財家お金であったり物ねこういったものを私的目的で使用しましたっていうのは引き出しであると考えますんで資本金との減少で処理するっていうのは基本なんですねで基本なんですけどもその部分に関する扱いっていうのはまあ一般的にはやっぱ対応しにくい普通受験簿記としてやってないんでねだそうなるとこの第1問の問一っていうのは まあ、仕入れ関連のお話であったり、その資本金関連のお話、まあ、そういった部分については、うーん、ちょっとやっぱ回答は出せないかな、いう気がするんですよ。で、そこも非常に難しかったんで、その2点は、まあ、できなくても全然仕方がない。で、逆に言うともうそれ以外の部分だよね、あの仮連関する利払いの扱いであったりとか、ああ、光熱胃の関連、有形固定産の関連あるでしょ まあそここら辺でしっっっかかり点数を取っていくってことはやっぱ大事かなで有形固定資産関連でいうとお固定資産の某化これが把握できる帳簿の名前書けと補助簿の名前書けってあるんだけどこれ補助簿としてはそんなにメジャーなもんでもないんでこれ固定資産台帳って言うんですけどあの固定資産台帳って言葉も多分書けなかったような気がするんですだからそこら辺は別にいいんでまずはしっかり計算の論点として今僕が言った仕入れ関連の話とお引き出し金関連 ね、店主が私的にお金使ったとか商品使ったとかそれ以外のところをしっかりと取ってくるこれができるかどうかっていうのは、ねまあ、非常に重要だと思います。 でここら辺をしっかり取り切っていただいた上でえで、ー、そうだな、問いの2番等に行きますと、まあ、資産のカップ購入の扱いなんかもあるんですが、まあ、これもね、正直言って売り主の側の処理っていうのはかなり解きにくいので、買い主の側の処理ですね、まあ、有形固定資産のカップ購入ですから、あこれに関して適切に科目の選択なんかが切れてるかどうか。 というところがまあメインになってくると思うので売り主の立場での処理にはそんなにこだわる必要はないですから買い主の側の処理というものをしっかりとね拾っていくことができればそれで良かったのかなというふうには思う。で同じことがこれ第2問でも言えて第2問のねまず問いの1番関連なんですけど問いの1番に関しましてはまあこれ計算で出たのほぼ初めてですねあの工場の自家建設っていうのが出てきております。 でこれね、えー、建設に要する借入資本の利子稼働前期間の部分については首都原価参入してくれって、まあ、これ指示が入ってるんで、まあ、皆さん方の製造業の知識なんかをしっかり使っていただければね材料費賃金経費の消費高プラス利息の発生高稼働前期間に対応する利息の発生高の計算容易できますから、まあ、それで首都原価推定等は十分できたと思うのでまあ 最初はちょっとぎょっとしちゃったかもしれないけどそういったところをしっかり対応していただくのとあと同種同類の固定資産備品同士の特化こねやってるでしょそういったところはもう基本の題材ですからあやっぱそういったところでしっかり点数取り切るっていうのは重要かなで今回あの総合消却っていうことで機械に関する取り扱い出てるんですけどまあ総合消却はね近年ずっと税理試験出てなかったっていうのもあるんで、まあ、正直言って僕もノーマークでしたね これはねもう知ってんかか知らなないかっていう話になるんで、まあ、知ってる方はね対応していただいて回答を埋めていただければというところになるんだけどもただ多くの受講生さんにとって受験生さんにとっては総合商学ってそんなにがっつりマークしてる人多分いないと思うのでままあ正直差になななる論点でははいのか勇気が僕はしますだから別に総合証券ができないこと自体はさほど気にしなくてもいいような気がする。 逆に言うと、そういった自家権に関する取り扱いであったりとかね、えー、さらには同志同類の資産の交換、ね、これに関する取り扱いなんかがちゃんと対応できているかどうかいうところになるんじゃないかなというふうに僕は思いましたね。で、まあ仕分けなんかね、空欄部分出てきたりするから、な、まあ、しとかっていうのもちょっと把握しなきゃいけない、同志同類の交換,交換ですからね、あのー、そういった部分もしっかりと対応していただくことは重要だったと思います。 で、問いの2番は、連結です。で、連結なんですけど、あの結論的に言うと、これ、連結会計としての問題解答はかなり厳しいですよ。今回も。で、今回もかなり厳しい。というのも、まあ、これ、税効果適用があって、なおかつ、一部売却ですからね、子会社株式の一部売却までやってるんで、一般的にここまでの話をですね、ここまでの話を、 税理士の対策として取っておられる方々といいうのは極めて少ないだ端的な話ですけどこの連結会計に手を出していいのは一級合格者と、まあ、あと公認会計者の受験生さんでしょうね、まあ、そういった方々にとってみれば何でことないよっていう部分だと思いますから、まあ、そういった方は積極的に手を出していけばいいと思うんだけど全体的に考えた場合にこの連結会計は全てを回答しきろうと思っても一部売却なんかできませんから普通の税理士の受験生さんそんなやってないんで。 えですから、これはね、もう、部分点狙い、部分点狙いに切り替えを図っていただくことが大事だったと思います。これ、具体的に A8 ページ側の問題見たときにですよ、あの、仕訳のまあ推定が出てくるじゃない、連携修正等々の仕分けが入ってるんだけど、まずね、しっかり僕が取ってほしいなと思えるのは、括弧2の借り方。 カッコ2の借り方側で科目で丸四番とか出てくんけど、こんだらもう基本的に1かバかじゃないけどね。投資と市用の総裁の話なんですから、まあ出るとれ乗れんですよ、これ。ね。で、ね、まあそれをちょっと1かバかで埋めおこうよ、という話もできるだろうし、さらにと、カッコ3番ね。カッコ3番、これは連結関係ないですから、こういったところは取ってくださいよ。あのー、S 社株式の売却に関する P 社の帳簿上の処理を示すってたでしょ。P 社の帳簿上の処理ってことは、これ個別会計ですからね。 単純に子会社株式の売却に関する手続きを取ればいいだけなんで、ここは取れます。えー、だからそこをしっかりと取るというところは大事だろうし、さらに言うと、括弧五5番。括弧五5番で、S 社の1試合株主への利益振り返しにおける連結生産表上の処理を仕訳形式で示すつってるんですが、これ金額は分かんなくったって別にいいですよ。ね、金額分かんなくったって、借り方側の科目は1試合株主帰属純損益でしょ。まあ、すなわち、今回の選択肢で言うと、この1試合株主損益ですから。 これできるよね。だから部分点をしっっかり拾うってことは大事だと思いまますすよ。ありだから連結で全てができないんじゃなくて基本的な処理の形等が判断できればカッコ3番はあくまでも連結修正断るが言ってないから個別上の処理をやるだけなんだからこれもできる。でカッコ5番等で科目はちゃんと拾えるそういったところをしっかり見極めてパートパートで拾っていけばそれでよかったと思う。 だから、部分売却、子会社株式の一部売却なんて知識持ってなくったって、今言ったような、あ括弧2番で入ってる丸四番の推定とかあ、3番で入ってるところの7番、8番、9番か、ここらへんいけるもんね。で、括弧五5番で言ってるところの12番、こういったところは取れるわけですよ。でしょだそういったところはちゃんと見極めて拾ってった方のがいいですよ。で、逆に言うと、それ以外のところはもう変に手出す必要はない。だって一部売却なんてわかんないだろうし。 で子会社資産負債の自家評価に伴う税効果の適用だってうちなんかもやってないですからあ基本的にまあそれは判断しづらかったと思うのでだからまあそういったところは別にできなくても僕いいかなっていう気はしてますね全然いいと思います大方の人たちはどうせできないからで工藤だけど1級等の合格者 の方々ででいいらっしゃればこううう論点はできると思うのでまあそれはじっくりね時間かけてやってやっていただいてもいいのかなっていう気はするけど時間かけるって言ったってもう限度はありますけどねやっていただいてもいいとは思うんだけどもまあそうじゃなくても今言ったようなところ典型的かつ基本的な仕分けの形が念頭に入ってればカッコ2番カッコ3番カッコ5番かねここら辺の話として科目等の部分で点数拾えますから そういったところがちゃんと見極めがついてるかどうかじゃないでね、僕思うんですけどね、今日の第1問、第2問ってね、基本的に、いいとこ、全体で半分です。全体で半分。だから、まあ、25点、25点ですから、50点入ってるでしょいいとこ50点ですね。ああ、ごめんなさい、いいとこいい,いいとこ25点。ぐらい。で、それぐらいで見極めつけてっていただいた方がいいですよ。 でそれぐらいで見極めつけていただいて変にこだわりすぎないってこと大事じゃないですかね。で逆に言うと僕が勝負かけてほしかったのは今日第3問ですね。第3問、在外視点を選定する本視点会計これうちの公開模試そのままです。で、この中で出題させていただいている金利スワップ特例処理なんかあるでしょ。で、公開模試ではあ第3問の中ではなくて第2問だったかな。証問という形で出させていただいてますけどそのままですよね。で かなりこれ模試のの部分で類似の問題やっていただいておりますだから正直言って結構これ責められたはず。ね。だ公開模試なんかをしっかりと見直しやっていただいて論点確認を取っていただいてるんであるならば今日の第3問これはもう間違いなく責めたことです。で第1問第2問が一般論として点数は取りづらい第1問の問いの一番っていうのは多分なんとなく金額もまるかもしれないけども正答出すのは相当難しいです。 で、問いの2番にしても、第2問全体にしてもね、これやっぱね、全体的に点数取りにくいんですよ。難しいです。で、難しいんで、じゃあ勝負のかけどこはって言ったら、もう間違いなくこれはもう第3問です。で、第3問でしっかりと点数取り切る。で、僕なんかもずっと申し上げてますけど、まあ、簿記論っていうのはもう伝統的に本視点会計ってのは重要論点なんで。ね。 で、一定のクールで、それ以内の問題が出てるわけです。だから僕は、帳簿決算を前提とする本視点なんかもしっかりやってくれと、ね。公開模試の見直しをしっかりやっていただいたら、そういったところはしっかりやってくれっいうこともずっと申し上げてきたと思います。だから、そういう意味で今日は、あ第3問が公開模試等を通じてですね、類似論点がいろんなところで出てた問題なので、まあ、ここは間違いなく勝負のかけどこですよ。で、ここでも、 ある程度第1問第2問の見極めをつけるっていうのかな見切りをつけて対応してっていただくということになればできないところにこだわっても仕方がないんでね逆に言えばある程度第3問に時間を重点的にかけられたと思うで時間を重点的にかけることができれば通常僕も目標として25点50点配定のうちの25点ねっていうことは申し上げてますけども今日はどうしても第1問第2問等ではなから分かんない論っていっぱいあったでしょ でそういったところはもうばっつり切ることができるわけだからああ部分点を拾うという形に切り替えをしてしまって余らした試験時間をたちゃんと第3問に振り向けるで第3問はもう問題見た段階でああ公開模試と類似だなというのは気づいていただけたと思うのでそこどれだけ責められたかです。ならある程度時間を重点的に配分していただくことができてるんであるならばそうね僕これだったら30点。 点ちょっとぐらい3 2 3ら3 5ぐらいうまくすれば回るんじゃないかなっていう気はしますよでまあ一部ねあのちょっと材表っぽい論点も出題されてる例えばゴルフ会員権に関する取り扱いとか当時不動産に関する取り扱いなんてのもありましたが、まあ、そこら辺はねそもそもゴルフ会員権の取り扱いって伝統的には財務省論で昔から出てる論点だったりするんだよね。 だから、純粋な募金の受験生さんにとってみれば、あんまり見慣れない論点だったと思うので、少しそういった部分はパートパートで解きにくいのはあったと思うけども、まあ、母材横断の方々であればね、財表対策としてそこら辺の扱い見てるんで、そちらの対応になるでしょうし、えで、投首不動産はね、正直言って、あの、論点ないですよ <laughs>。こう言っちゃなんなんですけど、あの、これ、別に投首不動産だからって言って、あのあくまでも、 会計手続き上、今回、回答時 5TB とかですから、別に普通の有形固定資産と同じように扱い、投資不動産っていうのは、BS なんかを作った時に有形固定資産じゃなくて、投資その他の資産に開示がされて、そこから生じる減価消費は、半感医じゃなくて営業外費を書く、それだけの話なんです。で、それだけの話であって、逆に言うと、計算手続き上は、普通の有形固定資産と同じように対応ができる。 で今回、あくまでも回答用紙は5 t b 等であって別に PLBS を作れって話じゃないですからそうすると普通の有形固定資産に関する減損手続きと同じことやれいいだけの話ですからあー特にこれ問題にならないはずなんでだからそういう意味からするとやっぱ第三問は全般にわたって僕は取りやすいような気がしますよなあそういったあ金利スワップの扱いも不う、有形固定資産なんかも僕常にここはしっかり取り切ってくださいっていう話をしてますね。 でましては今回なんかだいぶ久方ぶりに出ましたあ圧縮基調が直接減額公式ね課税の繰り延べという行為を、まあ、その効果というものを正確に理解するための土台になるのが直接減額公式ですから、まあ、そういう意味では典型的に点数取ってってください攻めてってくださいって年がら年中僕が申し上げてるような有価証券絡み。 有形固定資産絡みで、修繕、えー、退職給引き当て金をはじめとする各種引き当て金の扱い、で、セールアンドリースバックなんかもありますけども、そういったところだって普通に前払いであることは容易にわかるじゃないですか。でしょで、その前提からすると、まあ、車載関連もひっくるめてそうだけども、非常に点数は伸ばしやすいはず。だから、 公開もしをね本当にしっかり見直しやっていただいてそれに関する論点をしっかりと押さえていただくことができてれば第3問でかなり点数は狙えたはずですでおそらくですけど今日の本試験に関して言うとそこが勝負だと僕思うで逆に言うと第1問の問いの2番仕分けの推定なんかも一部に切り替えなきゃダメだろうし 第2問に関しては連結だって一部ね仕分けの形の部分でできるとこだけ埋めるとかあ問いの一番もできるとこだけ埋めるとかまあそういう視点の切り替えをしながらとにかく従来から申し上げている通りできないものに目を向けるんじゃなくてできることにしっかりとねえ皆さん方が対応するまこの簿記論の 本当に基本的な受験スタンスというものに立ち戻っていただいた方が圧倒的有利になるかなっていうのが今日の僕試験見て思いました。で逆に言うとそういう意味ではかなり選ばれてしまうっていうのかなあーそういう問題の回答スタンスを保持できるかどうかによって逆出ちゃう。ねまあでもねみんな一生懸命1年間ぐらい勉強やってきていただいてさあ本試験ですって話になるから。 あのー、口で言うのは簡単なんだよねできるものはやってできないものは切りなさいというのは簡単なんですよ。でもやっぱり受験生さんっつうのはねここまでやってきたものをしっかり成果に残そうという前提で試験に挑んでるからさ切るるっていいうのは一番勇気がいることなんだよねで何かしらやっぱり回答を立てられるんじゃないか。 アプローチを取るべきじゃないかやっぱり考えてしまうんであのー、それ自体はもう仕方がないことではあるんだけどねただそういったところの見極めをちゃんとつけて、ねえー、自分がやっぱりすぐに対応できるようなところにしっかりと切り替えを図っていくとそういう、まあ、かつてのっていうのかな典型的な募気論の回答要領みたいなものをやっぱり踏襲してっていただかないと結構怖いかな。 でさっきから言ってる僕今日一番問題としてやっぱりすごいなと思ったのは第一問の問いの位置なんですよ。これは深いですよ。ある意味実務チックだし。ね、うーんでやっぱり相互の関係性に基づいて推認もしなきゃいけないんでうーんこれやっぱねまあまあ論点として個々の部分で言えばね簡単に解ける部分もいっぱいあるんだけどやっぱ深いですよこの問題。だから 正当を出し切ろうと思うとと思結構これ難しいまあでもどはまりすることはないのかなとりあえず考えた段階でパッと出たもの書いちゃうっていう感じの対応であればそんなに問題なかったかなっていう気もするけどねでまあ結構これは難しいですよ深い問題です。 問いの2番もそうだし第2問全般当たってそうだけどねやっぱりあそこら辺も仕分けの形だったりするから何とかやってみようっていうふうに考えちゃうと思うのでそこで変にどハマりしてるのがやっぱ怖いかなだからそれよりはやっぱり第3問だね本当に第3問にちょっとしっかり注力するぐらいのつもりで問題対応を図っていただくと公開模試なんかの見直しをしっかりやっといていただいたことがフラットにこれも反映されてますんで結構に点数伸ばせる。 と僕は思いましただからその判断がちゃんとつくかどうかだったのかな。だからね、あのー、今日の簿記論は、ちょっと結果はね、相手見ないと何とも言えないですけど、これ誰がやったってね、第1問、第2問で高得点ってのはまあ厳しいですよ。厳しい。特に第1問なんていうのは、やっぱり高得点を狙うっていう領域の問題ではないので、部分点狙いにならざるを得ないと思うんだよね。 で第2問の連結会計も,も今言った通りある程度高レベルの連結の学習経験がなければこれは解けないですからあそうすると全受験者の中でね一級合格者であったりとか公認会計士例えば担当等を合格している方々っていうのは少数でしかいらっしゃらないので、まあ、そうなるとそういった方がやってきても全体としては大差生まないんでん基本的にはまあ連結の方っていうのは、まあ、そういった部分点狙いぐらいに切り替えられてればもう十分。 で総合消却なんていうのはね、まあらくほとんどの人多分対策取ってないと思いますよ。一部の方はできるかもしれないけども、ただそれは全体として極めて少数なので、合否を分けるような差にはならないから、基本の部分をしっかりと対応して、やっぱり勝負の分かれ目って第三問じゃないですかね。いう気がしましたね。まあこれからもう少し細かい点も詰めながら、また予想配点なんかもちょっと出しながらね、週末には、 予想のボーダーライン等を皆さんにお伝えできるようにしていこうと思うんですけどもまあこれがねとりあえず現時点において僕の思う所感でございますねまあ戻ってきたねって思った僕はあのやっぱりちょっと去年とかも僕ちょっと言ったんだけど去年とかの簿記論がねちょっと僕にしてみるとんっていう感じなんですよ簿記論っぽくないなっていう感じが僕はしてたんで えー、まあ簡単って表現は使っちゃいけないんでしょうけど正直言って手が出やすすぎるんですよ。ちょっとご議論僕くねえなっていうのが正直去年一昨年の問題に関する僕のまず第一印象なんですね。でもしかしたらこれ続くのかなと思ったんですけどまあ今回はある意味元に戻りましたよね。 ねえ一応まあ論点としてはそういった補助簿等の判読を重意するっていうふうに、まあ、死刑の先生おっしゃってますよっていうことはご案内はしていたけどもまあでもそうは言いながらもそれを上回るようなやっぱりね問題をお作りになってきたので少しやっぱり厳しいかなという気はするです。ただ本当にもうネガバクバ皆さんがね、あのー、そういった第一問第二問等の問題にはまることなくね しっかりと第3問等で注力をしていただいて全体としての得点向上を意識した回答要領を維持していただけたかどうか、まあ、これに尽きるような気がするんだよね特にやっぱ第3問は攻めてほしかったねあの本当に公開模試かなりダブってますんで、えー、そういう意味からすると第3問はちょっとぜひ皆さんにはね力発揮していただきたかったなという気はします ね、まあそれがうまいこと回ったかどうかっていうのがねやっぱり試験の怖さでもあるんで何とも言えないですけどもまあそれが今回のボケロの問題を僕が当日回答した所感としてのご案内です。まあほに僕もさっき一通り解き終わってっていうところなんでーんその前提でまあ収録してますんでこれアップはいつなのかな明日とかになるのかなあと思うんですけどまあ超速報ということでご案内させていただきましたんで。 まあ、ちょっとそんなのも少し参考にしていただいてねで詳細なあ得点予測等々に関しましては週末までちょっとお待ちをいただくという形でお願いをしたいと思いますはいというところでございまして、まあ、本当に簡単ではございますがあ本日の本試験における、まあ、当日において回答した僕の所感ということで、えー、ご案内をさせていただきました、まあ、繰り返しますが今度の土曜日 土曜日に水道橋本校の方でですね、えー、検証会、実証させていただきます、午前中から。あーまあ、詳細ホームページ等でご確認いただきたいんですが、あーそちらでね、まあ、配点予測等々を含めて、えー、ボーダーラインも含めて皆さんにご案内しようというふうに思ってますんで、まあ、今しばらく、えー、そちらまでお待ちをいただくとともにですね、えー、今日僕が解いた感想というものを少しまあ軽く参考にね、しといていただければよろしいんではないかと。 いいうふうに思いますだから変に気にする必要はないです。あの、さっき僕も言ったけど、もうこれは本試験、簿記論、本来の簿記論に戻ったような感じがします。あの、内容動向じゃなくて、まあ、そもそも簿記論っていうのはできない。ね。で、従来から言ってる通り、もう過去の本試験だって、うちの予想配点ベースでいやですよ、ボーダーラインがあ40点そこそこいう時もあるんだから、あ40点ぐらいで上位テンパー入っちゃってて合格するって、それが簿記論なんです。 で今回それにちょっと戻ったような気がする僕はあー、だからまあしっかりと見極めつけて問題選んでやってけたかどうかだと思います。ドハマりしちゃうとちょっと怖い。ね第一問題にものそういうね見慣れない論点にちょっとドハマりしてしまうと怖かったかな。それよりはしっかりと見慣れた類似論点等の確認を取っていただいている第三問等でしっかり勝負をかけていただくと。 おいうところのご判断があ正確についたかどうかっていうのは結構重要だと僕は思います。ねはい。ということで、えー、以上で本日のね、えー、ポイント速報は終了となりますんで、まあ、この後財務省評論の方もちょっとお話しさせていただくというところになりますんで、え評材料は財評でね、また別立てでやっていきます。はい、以上で、えー、冒論のポイント速報は終了です。皆さんお疲れ様でございました。